宇宙世紀 00875 月11日。エウゴはティターンズの解体を目的としたジャブロー降下作戦を実行。しかし、ティターンズの分散退避と核の爆発により作戦は失敗。討伐部隊の追撃を受けるのだった。そんな中、武器調達のため、香港シティに立ち寄ったエウゴに巨大なガンダムが待ち構えていたということで、香港シティですかね。このジャブローの攻撃作戦の後は、ブランブルターク少佐のね、アッシュマーの追撃などを受けながらも、なんとか香港シティにたどり着いたというところで、ホームラサメのサイコガンダムと戦うというのがこのステージ2香港シティになりそうです。早速プレイの方していきたいと思います。ご案内が遅くなりましたけども、マンダリグルフィッシュです。スーパーファミコンのガンダムジェネレーション、グリプス戦記をプレイしています。前回はグリプス戦記の第1回目ということで黒いガンダム、ここをプレイしました。でその中でモビルスーツがですね、リック・ディアスとガンダムマーク2が配備されているという状態です。でガンダムマーク2に関してはレベルエースになってますので、この後クラスチェンジできますので、どういったモビルスーツにクラスチェンジできるのかというのはね、確認していきたいと思います。リック・ディアスは残念ながらレベルがねエースに到達したものはないので、今回クラスチェンジはできません。でモビルスーツの生産なんですけども、軍資金190に対して生産できるもの何があるかちょっと見ておきましょうか。マラサイで50で生産可能ですね。ネモで30、メタスで80か。バーザムで60ですね。リック・ディアスが70。ガルバルディが90。アッシマーが150ですね。アッシマーはただ宇宙の適性がないですよね。ガンダムマーク2で130ですね。ガンダムマーク2はなくなっちゃうので、ガンダムマーク2を生産しますか。ハンブラビで120なんだ。ハンブラビの方がね、マーク2よりも性能的に上のイメージありましたけど。で、百式が550。このあたりになってくると、なかなか簡単には作れなそうですね。ゼータが630。ギャプランで280。やっぱりこのあたりは、リターンズの方がモビルスーツのバリエーションは多いですね。メッサーラで1000か。桁が変わってきましたね。ジオで1700。サイコガンダムに至っては2500。これは強いな。しかも、ヒットポイントが22,500。これと今から戦おうというんですからね。では、ガンダムマーク2をプラスチェンジしてしまうので、ガンダムマーク2を作りましょう。で、香港シティのマップから確認します。ここにいるのは、スードリー。スードリーか、アウドムラじゃなくてスードリーになってますね。ネモが入っているスードリー。敵の方にもスードリーがいるはずだな、そうすると。いるで。敵の方にもスードリー。ここにサイコガンダムとマラサイ、ハイザックがいそうですね。で、ユーコーンの方には、これはマリンハイザックかな。それがいる状態ですね。では、早速クラスチェンジしましょう。お楽しみのクラスチェンジです。この、ガンダムマーク2を。まずは、バウンドドック。これ、ティターンズ、ジェリドが最後に乗ってたモビルスーツですね。で、こっちは、百式だな。クワトロバジーナ対の百式。じゃあ、百式にしましょう。メガバズガランチャーマップ駅ですね。では、発進していきます。サイコガンダムとどう戦うかというところかな。スードリーの部隊と連携しながらなんとか戦っていく感じですかね。ここではね、未来さんとかも出てきましたよね、香港シティはね。水中で戦うのはあまり適していないと思うので、どっかで待ち受けたいな。戦うのであれば、この辺りにモビルスーツ隊を展開しておきましょうか。はい。では、モビルスーツ隊展開しました。ガンダイバー、ネモ、リック・ディアス、マーク2、百式を展開してあります。これ本当に、劇中の
ゼータガンダム、香港シティと同じような様相ですね。まあ、100式はね、もうこの時には、宇宙にクワトロ上がっていたので、いなかったモビルスーツかもしれませんけども、まあ、ジャブロー攻略戦の時にはね、100式に乗ってましたからね、クワトロもね。では、ここから本格的な戦闘に入っていきます。まあ、地形的にここを使ったらいいよとかっていうのは多分ないと思います。このマップに関しては。あるとすれば、この、水中というか海というかそこだけね気をつければいいのかなというとこですね。あと敵側のスードリー、今サイコガンダム出てるよね。このサイコガンダム捕獲したいな。味方として使いたい。ただスードリーが遠すぎるよね。スードリーのヒットポイント22000。これはちょっと次のターンでスードリーが出てきて、サイコガンダム捕獲できるようだったら捕獲しましょう。サイコガンダム捕獲することによって、まあ、自分たちで使うにせよ、解体するにせよ、すごく戦いが楽になりますよね。解体すると、半分戻ってくるのかな。確か2500とか、さっき見た感じコストかかってたので、1200がいきなりコストとして戻ってくるっていうのは、むちゃくちゃでかいんで、ちょっと交換する、捕獲する方向で考えましょう。では、攻撃をしていきます。まずはリクディアスで、いや、ステイシーになってもらおう。スードリーをもうちょっと前に出して、ガンダイバーで敵に突撃だ。ガンダイバー、ビームサーベル、ビームガン。あとは空対地ミサイルランチャーにマリンミサイルですね。ちょっとマリンミサイル使ってみたいな。マリンミサイル撃ってみましょう。ガンダイバーはただこの次何になるかですよね。クラスチェンジするにしても。大したものにならなそうだなっていう感じがするんで。敵はしかも反撃してこなかったな。距離的に持ってないのかな。マス5を持っている攻撃を持ってないんだな。となるとだ。こっちが攻撃を食らわずに安定的に攻撃を行える距離で削っておきましょう。100式もね、多分次ゼータガンダムになれると思うんで、できればゼータガンダムにしたいですよね、早めにね。なんでゼータガンダムは積極的に、100式は積極的に攻撃を当てて、できればクラスチェンジを早めにしたいですね。ではまず100式で一気落としましょう。これ落とせると楽になるんで、したい。あとはガンダムマーク2だな。ガンダムマーク2が距離的にどこまで走ってこれるか。ここまでか。先にガンダムマーク2で拡散バズーカーでこのマリンハイザックを落としましょう。 42% 当たってくれよ。これ当たってくれるといいんですけど、外れるとかわされた。次のターンで逃げられるな。となるとまず先に100式のビームライフル、これ当たってくれ。 35% 回避 35% は当たんないぞ。ビッグディアスのクレイバズーカは、いや両方とも落とせないのか、しんどいな。どっちかだけでも確実に落としたいな。バルカンは確率は 43%。 こっちの方がまだ当たる確率あるな。 43% 当たってくれるか。外れた。これは2機とも取り逃しっていう一番効率が悪い戦い方をしてしまいそうですね。残念。水中なのでちょっと分が悪かったというところかな。お、当たった。リックディアスで仕留めましたね。一機は撃墜。
マラサイをここで展開するのか。敵もなかなか覚悟があるな。マラサイをね、出すタイミングじゃないかなと思いましたけど、これまあ一重にでも我々がいいところに舞台を展開できたっていうね、ことかな。流行の攻撃を食らって残るよね。2600残ってくれて、反撃でかわされる。何？ここで格闘仕掛けてくるのか。防御で確実に残しましょう。2800は削られないと思うので、ザクマリーナごときであれば。ザクマリーナは劇中、人質となったミライさんと、ハサイ・チェーンがね、アムラと人質交換で、脱出しようとするところを、そのボートを捕獲してましたよね、確かね。では、この疲れちゃったというかダメージを負ったリクリアスは戻します。で、このザクマリーナ削っていかなきゃいけないんですが、このザクマリーナは、ガンダイバーで、なぶり殺しにしていきましょう。百式でザクマリーナ一撃撃墜。これでクラスチェンジに必要なレベルはまだまだ遠いな。今ザクマリーナ一撃撃墜してレベル1からレベル2に上がるための EXP、 つまり経験値ですけど、これ3分の1程度ですね、溜まったのがね。ガンダムマーク2でユーコンを撃沈、ビームライフル一閃。これで、マーク2のレベルが上がってくれればいいかな。マーク2がこれでレベルが2に上がりましたね。では、ネモ隊を展開して、マーク2、百式と連携させて、敵のスードリーの進撃を食い止めていきます。できれば、サイコガンダムを手中に手に入れて、干渉といきたいですね。サイコガンダムの拡散メガ粒子を、これは回避だ。モビルアーマー形態になってる状態で仕留めたいですよね。ただヒットポイントが2万2000だろう。これはきついよな。できればスードリーを撃沈したいな。スードリーまでちょっと届かないので周辺のマラサイを潰しておきましょう。で、スードリーが丸裸になったら、サイコガンダムではなくて、あくまでも、スードリーを撃沈して、サイコガンダムを捕獲したいな、というふうに思ってるんですけども、まあ、そのためには、サイコガンダムがね、残ってる必要があるんですけど、もう一つ条件があって、ユーコンを残しておく必要がありましたね。ユーコンを撃沈してしまってるので、ここはもうしょうがない。サイコガンダムを倒す方向で考えましょう。サイコガンダム倒すのは、とどめ刺すのはやっぱり、できれば百式。それがダメだったらマーク2。それもダメだったらリクリアスっていう形にしたいですね。よし、マーク2でマラサイを撃墜。マーク2が、頑張ってくれてるな。今も命中率 35% は出てくれましたね。マーク2もレベルをどんどん上げて、できれば、お話ししてる通り、再びレベルをマックスにして、百式をもう一個作りたいなぐらいの感じですもんね。ちなみにこれサイコガンダムに攻撃 11% しか当たらなくてハイメガ粒子を食らうのか割に合わないな。いや、地上で待ち受ける方が、まあ、賢明ですね。ただどうだろう、アーガマーだけでも前に出しますか。ダミーを放出して
敵を迎え撃ちます。マラサイはね、この海で戦ってる間はガンダイバーでどうにでもなると思うんですけど、サイコガンダムが削れなそうだな。サイコガンダム倒した時の経験値は欲しいんで、できれば、まあ、どっかで仕留めたいなっていうところはあるんですけどね。クレイバズーカーが62、75、ちょっとどれくらいダメージ当たるか見てみますか。まあ 60% なんて外れる可能性もありますけど、外した。そして反撃の拡散メガリー手法、これがどれくらい食らうかですね。サイコガンダムだって多分マップ、うーわ、5000か。これ次食らったら死ぬな。やっぱり先にスードリー落とすしかないな。これは無理なやつだな。サイコガンダムを倒すのは無理だ。ちなみにティターンズがね、追撃に使った機体がスードリーで、ウーゴがね、地球上でカラバとして運用していたのがアウドムラですね。アウドムラがまあ今オレンジ色っぽいよ、ちょうど今マラサイとか敵側ですかね、と同じ色をしていて、スードリーが緑っぽい色ですね。さあここは逃げてくれよリクリウス。貴重な機体食らった。16000、クリティカルヒットとは16000削られるもんね。これは無理なやつだな。マラサイを削るよりも先にどうだろうな、できればスドリを撃沈したいな。さあマラサイに削られてガンダイバーが一気撃墜されてます。これで今回でリクリアスとガンダイバー一機ずつですね、失う形になってます。まずはハイパーメガリッシュ法、これが当たってくれるかだな。 22% か、 22% はまず当たらないな。ビーム法は 27% まず当たらないな。スードリーに攻撃が当たらないっていうパターンだな。もうガンダイバーに突撃させるしかないので、ガンダイバーで突撃させて削れるだけ削りましょう。ビームサベル当たるでしょう。防御されるのか。これ防御されるとダメージ効率むちゃくちゃ悪くなるんで、格闘攻撃を仕掛けるよりはちょっと距離を置いて攻撃当てた方がいいかもしれないな。このくらいの距離からミサイルを発射したら多分防御されずに反撃されてダメージはより通りやすくなると思います。これで、どう ?3700。反撃はかわしてほしいけど。かわしたで、あとはネモとガンダムマック2で、ちまちま削っていきましょう。グレネード。これが、31%か、ビームガンは。今命中率の話してます。 70%。 これスードリーも撃沈する以外に処理方法ないですからね。サイコガンダムを倒すのは無理だ。
サイコガンダムに攻撃するたびに削られていくっていうね、そういうちょっと運命をたどりそうなので、マラサイはここで撃墜。 11% 同じグレネード打っても 11% か。 50%50%、 ここでビームガン当てて、マラサイのグレネードをかわしてくれ。ネモの次に何になるのかっていうのもね、ちょっと気になりますよね。ちなみにあの戦艦で攻撃して撃墜してもあまりうまみはないので、まあ、あの本当にどうしようもない時というかね、ここぞという時だけにしたいと思います。ビームライフルでどうだろう。マックススードリに対して命中率 88%、 反撃のスードリの4連装ミサイルの的中率、命中率 43% でしたね。いや、このターンでスードリ撃沈は無理だな。スードリにもう一発、グハ、2000。もう一回大きい攻撃当てないとちょっと厳しいかな。ハイパーメガ粒子砲当たってくれないでしょう、これ。22%。ビーム砲は、当たってくれたら倒せるかなって感じですね。外れる。まあ、最悪マップ兵器を投入するという手もなくはないんですが、ちょっとそれは経験値稼ぎという点ではいただけないので、クディアスは何？水中に下ろせないの？そういうこと？水中適性ゼロってこと？ゼロだ。アーガマーをちょっと次のターンで動かさざるを得ないな。ビームライフル1000。マラサイを撃沈するか。スードリーを削っておくか。スードリーを削っておこう。35%。当てた。クリティカルにはならない。あと3000。でも残り3000になると、このガンダムジェネレーションの CPU、 AI の考え方だと、モビルスーツ引き上げてどっかに一度回復しに戻ると思うんですよね。戻った、予想通りだ。で回復しに戻るよね。ここで仕留めましょうか。ちょっとマラサイ気分、もっと言うと、サイコガンダム分もね、ちょっともったいない形にはなりますが、仕留めることを優先します。ガンダイバーで倒すのが果たしていいのかっていうのはありますけど、残り163。これ誰で最後仕留めるかだな。距離的にどう考えても届かないのがね、このここに今いる人たちなんで、これも届かないよね。となるとガンダイバーで仕留めるっていうね、形になりそうだな。届かないもんね。マーク2も届かない。残念だけど届かない。アーガマーも前に出しても攻撃は次でできないんで、スードリーで仕留めるも絶対にもったいないから、ここはガンダイバーで最後とどめを刺してもらいましょう。確率 37%。 それでも確率 37% か。 37% だとそもそも当たらないっていう確率もあるな。当たった。これでこのマップ攻略完了ですね。サイコガンダムとマラサイ1機ずつ、スードリーので、格納庫に入った状態で攻略完了です。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、どうなんだろうな、香港シティの次は一度宇宙に上がるのかな。いずれにしても、またこの続きね、プレイしていきたいと思います。
劇中だと次多分ゼータガンダム受領するっていうようなね、ところになってくると思うので、次のマップからもしかしたらゼータガンダム使えるかもしれないかなと思います。